どうも、エルマです。はい、本日の動画ですね、今動画を撮ってるのが2月の上旬なんですけれども、まだまだね、世間は寒いんですが、もう各ブランドとかね、まあ、SS の立ち上がりが本格に始まってきて、もうファッション好きの方はね、このワクワクするシーズンに入ってくるわけなんですけど、ここでですね、あるファストファッションブランドからこの春にもめちゃめちゃこれいいんじゃないかっていうアイテムを店頭で見つけてまいりましたので、そちらのアイテムの方ですね、プロのアパレルバイヤーの目線で事細かくアイテムの方ですね、徹底解剖していこうと思います。はい、というわけでですね、もう自分はね、仕事からもういろんなファッション情報に触れながらですね、まあ、リサーチだったりとかお店見たりとかに、ね、するんですけど、その中でですね、もちろんですね、ハイブランドからインポートブランド、あとはドメスティックブランドとかね、いろんなブランド見てるんですけど、もちろんですね、ファストファッションブランドがどんな動きをしてるかっていうのも日々ねチェックしてるわけなんですけど、店頭で見てね、このアイテムもめちゃめちゃいいんじゃないかってアイテムを今回ですね、実物購入してまいりましたので、早速アイテムの方ですね、ご紹介していこうと思います。はい、というわけで早速アイテムの方を出していこうと思うんですが、今回ですね、おすすめのアイテムがリリースされているファストファッションブランドなんですけれども、こちら、はい、ユニクロさんでね、購入してきたアイテムとなっております。ではですね、早速アイテムの方を出していこうと思うんですけれども、アイテムがこちら。はい、というわけでこちらのアイテムになるんですけども、早速ですね、アイテム名の方からご紹介していこうと思います。こちら今ユニクロさんからリリースされているアイテムでございまして、アイテム名がですね、ブロックテックパーカーカッコ 3D カットアイテムでございます。でですね、こちらのアイテムなんですけども、購入金額が税込みで6,990円となっておりまして、自分がですね、今回カラーブラックを購入しております。でですね、このアイテムかなりカラー展開が豊富でございまして、全5色展開になってますね。でこのね、ブラック以外で言うとネイビーだったりとか、あとはナチュラル、あとはオリーブというカラーがあったり、あとはブルーですね。こちらの計5色展開となっております。サイズ展開もかなり豊富でございまして、自分はですね、今回店頭で買ってきたんですけど、まあ、店頭の中でね、一番 OK XL サイズを購入しております。で、全サイズが8サイズ展開となっておりまして、かなりユニクロさんの中でも最大限の、ね、サイズ展開になってると思うんですよね。サイズが XS から 4XL まで展開されている、かなりね、幅広く展開されているアイテムでございます。で、店頭に行ってみると、もちろん今回のアイテムはですね、メンズカテゴリーに位置するアイテムがあるんですけど、まあ、ユニセックスですね、レディースの方にも強くお勧めされていた、ユニクロさんの中でもね、かなりパワープッシュなアイテムでございます。でですね、まず大前提として、なんでこのアイテムがですね、今回おすすめに開けさせていただけたかと言いますと、やっぱりですね、24 SS 向けて、まあ、トレンドのね、ワードで盛り上がってきてるのがテックファッションですね。もう機能性生地を使ったアイテムでところがですね、このファッションシーンの中でも人気というところと、プラスモノトーンでシンプルなコーディネートっていうのが 24 SS に向けてですね、より盛り上がってくるところがありまして、まあ、その中でこちらのアイテムバチハマりするんじゃないかっていうところで、今回おすすめ上げさせていただきました。お値段自体はですね、6,990円となってるところなんですけど、これね、他の企業さんとか他のブランドさんがやろうとするともっとですよ、2倍3倍ぐらい平均でしてもいいぐらいのクオリティになっているので、早速アイテムの詳細の方ですね、事細かくご紹介していこうと思います。はい、ではですね、ユニクロさんの商品ページに書いてある商品説明から読んでいこうと思います。こちら概要の部分ですね、小雨程度の水を弾く撥水加工と風を防ぐ防風性、蒸れを排出する透湿に優れたオリジナルの 2.5 層素材で、生地にはストレッチ性ありとなっていて、縫い目からの水の侵入を防ぐシーリングテープ使用、フロントには止水ファスナーを使用、快適な着心地と動きやすさを両立するレギュラーフィット、肩周りに運動量があり立体的で腕が動かしやすい 3D カッティング、裾口のバタつきを抑えたり着こなしをアレンジするスピンドルコード付き、まあ、いわゆるドローコードですね。で、ファスナー付きのサイドポケット、気温に関係なく着られる定番、袖口はメインファスナーでフィット感を調整できると書いておりまして、まずこちらの表地の生地ですね、こちらに関しては 100% ポリエステル素材を使っていて、そのうち 50% がリサイクルポリエステル繊維を使用しているアイテムでございます。はい、こんな感じです。ユニクロさんの商品ページの方ですね、読ませていただいたんですけども、まあ、いわゆるですね、こちら機能性素材となっていて、このブロックテックですね、ユニクロさんの中でもかなり代表とする機能性素材なんですけれども、いわゆるですね、こちらの素材がブロックテックという生地でございまして、ユニクロさんが独自に開発している機能性素材ですね、撥水加工だったりとか防風性、あと透湿ですね、湿気を外に出してくれる素材ってところですね、ユニクロさんが開発しているものなんですけれども、これはユニクロさんはブロックテックっていう名前で売ってるんですけど、機能性的にはこちらですね、はい、このね、超人気機能性素材のゴアテックスをかなり意識して作られた生地になってるんですよ。表地の生地もしかり、機能性しかりですね、かなり匂ってる素材でございまして、このね、ゴアテックスのマウンテンパーカーってやっぱ値段高いじゃないですか。自分の S ブランドのオープニングアクトでもゴアテックスのね、マウンテンパーカーが過去にいくつもリリースさせてもらってるんですけど、生地がブランディングされてるので、販売価格とかそういうとこまでもね、しっかり制限がかかるんですよ。すごい安く売っちゃいけませんとか、生地のブランド側からですね、いろんな調整を経て販売価格決まるんですけど、ブロックテックがですね、まあ、機能性はかなり似た部分ではあるんですけど、ユニクロさんが独自開発してるところで、販売価格に関してもですね、限界プライスで多分展開してる
アイテムなんじゃないかなと思います。そんなね、間違いない機能性のですね、ニクロさんが開発しているブロックテック素材なんですけど、まずですね、こちらの素材詳細の方で見せていこうと思います。はい、こんな感じの素材ですね。表地がポリエステル 100% の素材で、あのね、光沢とかは特になくて、かなりマットな風合いの生地でございます。肉感的にも、もう中肉ぐらいですね、すごい薄い素材ではなくて、けどゴアテックスぐらいですね、ものすごい張りがあるわけではなくて、まあ、通年ですごいご着いただけるアイテムだと思いますし、まさにですね、これから 24SS の春ですね、特に2月後半から3月ぐらいに活躍しだすアイテムなんじゃないかなと思います。でね、先ほど言ったように、こちらの生地に関しては表面に撥水加工ですね、水を簡単に弾いてくれる素材でございまして、けどね、完全防水ではないので、そこはご注意いただければと思います。あと防風性ですね、風を通さない仕様になっているのと、あとはですね、ただの防風アイテムだと中の湿気がこもってしまって着心地が悪くなってしまうアイテムもあって、7000円前後で販売されている防風アイテムも結構あるんですけど、そういうアイテムって間に防風シートを構造上貼ってですね、外からの風を強制的に排除するっていう仕様になってるんですけど、その代わり中の湿気が全然こもっちゃって、すごい蒸れるんですよ。けどこちらのブロックテックに関しては中の湿気を外に逃がしてくれるので、中が蒸れないというところでスーパー機能性素材になってるんですよね。で、これはね、すごいんですよ。独自で作ろうとすると莫大な生地ロット、量も作んなきゃいけないし、やっぱ生地自体もですね、安くないんですよ。そういった機能性素材って。まあ、けど、ユニクロさんのですね、こう莫大な生産ロット、とんでもない数を作ってるからこそ、あとですね、自社工場、そういったところでやってるからこそですね、実現しているモンスター級のアイテムなんですよね。本当ね、ユニクロさんだけじゃなくて、GU とかでもですね、ウィンドプルーフっていう素材があって、風を防いでくれる防風素材のアイテムがあるんですけど、あれね、本当にすごいですからね。はい、というわけで、ね、記事のご説明は以上でいたしまして、ここからはですね、アイテムの仕様について触れていこうと思います。いやね、結構ね、シンプルなんですけど、このね、なんか、ミニマルにまとめられたこのルックスが、個人的にはすごいね、これからのシーズンにハマるんじゃないかと思ってまして、まず仕様としてはですね、こちら、はい、フードジャケットになってますね。まあ、ちょっと近くで見ていきましょうか。はい、まずフロントのジップに関しては、こちら、止水ジップを採用しております。はい、なので、表面はね、撥水加工ですし、ここはね、止水ジップになってるので、水の侵入っていうのは、もう完全に防水じゃないんですけれども、ある程度ね、小雨とかそういったものは、弾いてくれるアイテムなんじゃないかなと思います。でしっかりねこちら持ち手もついてる仕様ですね。はい、でジップに関してはですね、ダブルジップの仕様とかではないですね。はい、はい、こんな感じの止水ジップ仕様となっております。でフードに関してはですね、結構高さのあるボリュームネック仕様になってますね。後ほどちょっと着用画像も載せようと思うんですけど、こちらハイネック仕様となっております。はい、こんな感じのハイネックのフード仕様ですね。でですね、フードに関しては表はですね、シンプルなルックスになってるんですけど、中ですね、フードのところにドローコードがついてるので、フードをかぶった時にもですね、こちら調整が可能なアイテムとなっております。はい、こちら両サイドにドローコードがついてますね。でですね、下にこちら移っていくと、こちらにですねポケットがあるんですよね。こちらポケットに関してもジップ仕様のポケットになっております。こんな感じですね。はい、こちらファスナー付きのジップとなっていて、これ中のジップ自体は止水ジップになってないんですよ。なんですけど、このね上の部分にこんな感じですね、生地が覆いかぶさってる仕様になってるので、水の侵入をね簡単に防いでくれるような仕様で、木がかなり使われてる仕様となってますね。このポケットが両サイドに、ついております。でこちら裾なんですけども、ドローコード仕様となっていて、裾がですねこちら、はい、こちらドローコード絞る仕様となっているので、こんな感じですね、丸みを帯びながらシュッと変更して着用することが可能なアイテムとなっております。最近ね、この手のマウンテンパーカー、このフードジャケットに関しては、もう裾のドローコードが本当にマストの仕様になってきたなって感じがしますよね。まあね、個人的にはダブルジップの方が嬉しいなと思ったんですけど、ユニクロさんはですね、あんま固くなりダブルジップ使わないので、もうこれがねもうなんか定番なのかなって思いますよね。あとですけど、肩の部分に関してはラグランカットになっているので、肩の可動域がかなり広くなっているので、中に着込んでいただいても、このね肩周りが動きやすい仕様になっているのも嬉しいポイントでございます。はい、後ろから見るとより分かりやすいですかね。こちらラグラン仕様のアイテムになっております。袖口に関してはですね、こちらスナップとかではなくてマジックテープで調整が可能なアイテムですね。結構ですね、こちら好みがあって、自分自身のねブランドがリリースするものに関してはスナップボタンとかそういったものを採用することが多いんですけど、なんかねマジックテープのこのバリバリって感じがなんかねあんま好きじゃないんですよ、ラフな感じで。まあなんですけど、まあ着脱しやすいしね、まあ意外とですね、人気のアウトドアブランドアウテックスとかノースフェイスとかそういったものもですねマジックテープになってるので、なんなら世間的にはマジックテープの方が多いんじゃないかなと思いますけどね。はい、という感じですよ。表から見える仕様のご説明以上といたしまして、あとはねこれ中身なんですよ。商品説明にもあったんですけど、水の侵入を防ぐような仕様となっていて、表地が撥水素材になってるじゃないですか。なんですけど、普通ねそのままにしておくと縫い目の部分から水の侵入をね許してしまうんですけど、ユニクロさんのアイテムに関してはですね、こちら中の縫い目の部分ですね、テープを裏から貼ってる仕様になってるんですよ。なので、こっからですね、本来このテープを貼ってないと水の侵入をですね中に許してしまうんですけど、そういうね工程を踏んでるからこそ、もう中からもね結構防いでくれるというところで、ほぼ2枚構造
装というか、そんな感じのね、気の利いた仕様となっております。なのでかなりシンプルなルックスなアイテムなんですけど、まあ、その分ですね、かなり細かいところに目が行き届いているもユニクロさんならではのアイテムなんじゃないかなと。はい、という感じで生地の部分と仕様の部分については以上といたしまして、続いてはですね、サイズ感のご説明に移っていこうと思います。こちらのサイズですね、 XL サイズを購入しているわけなんですけれども、実際に着てみるとこんな感じになります。はい、自分が 178cm72kg なんですけれども、まあ、程よく、まあ、ジャストフィットというか、まあ、そんな特別大きいサイズでもなく、まあ、小さすぎるサイズでもないので、まあ、自分のね、ユニクロさんのサイズ感だったら大きく着るんだったら 2XL とか 3XL 全然着てもいいんですけど、最近はね、結構ジャストフィットとかトップスは結構ジャストめで、パンツはワイドっていう着こなしが増えてきてますし、せっかく7000円前後で買える機能性のマウンテンパーカーになってるので、普段のサイズ感もちょっと変えて冒険してみてもいいんじゃないかなと思えるアイテムですね。逆にすごい大胆に大きいサイズを着たいという時にも、普段で例えば L サイズ着てる方が 3XL 選んでもらっても、そんな感じもすごいいいと思うので、それぞれ皆さんの着たいようなスタイルで選んでいただければいいんじゃないかなと思います。いや、ほんとね、まあ、ユニクロさんのアイテムだから胸元にロゴとかそういったものは一切ないんですけど、その分ですね、かなりコーディネート自体はシンプルにまとまりますし、あとはね、このアクセサリーとか、あとバッグとかね、そういったもので装飾していただければ、着こなしっていうのはですね、どんどん、ね、色取りを加えることも可能なので、まあ、そんな着こなしもすごいおすすめなんじゃないかなと思います。で、このマウンテンパーカーがどんな方におすすめかなというところをですね、続いてお話ししていこうと思うんですが、やっぱり動画の冒頭でも言ったようにですね、 24SS に関してはテックファッション、あとはシンプルなモノトーンファッション、そういったものがですね、かなりファッションシールの中で盛り上がってくる傾向にあって、例えばマウンテンパーカーで言うと、まあ、以前はですね、こちら、はい、ノースフェイスのマウンテンジャケットですね、こういった結構配色があったりとか、結構ね、アウトドアとかストリートライクなものがね、結構マウンテンパーカーの中で人気だったんですけども、最近はですね、それこそちょっとシックなマウンテンパーカーですね、シンプルでちょっとモードなマウンテンパーカーっていうのが人気を集めていて、もう例として挙げるならですね、もう自分も私物で持ってるんですけど、こちら、はい、こちらね、アークティニクスのマウンテンパーカーになるんですが、かなりアイテムとしてはですね、今回ユニクロのブロックテックパーカーとこのアークティニクスのマウンテンパーカーあるんですけど、系統的にはかなり似寄りなアイテムなんじゃないかなって思いますね。ちょっと並べてみるとこんな感じなんですけど、はい、まあ、アイテムのね、若干の仕様も違う、サイズ感も違うんですけども、胸元にほぼロゴがないだけなんじゃねえのっていうぐらいの、まあ、系統としてはかなり似寄りのアイテムでございます。最近なんでアークティニクスのマウンテンパーカーが人気かっていうと、やっぱりノースフェイスでは体験できないような結構モードなね、シックなコーディネートがですね、アークティニクスが組めるというところで、今までノースフェイスのマウンテンパーカー着て出してもアークティニクスに移行したりとか、そういった傾向がね、ファッションシールの中のすごい感じますしね。自分自身はね、ノースフェイスかなり好きな方ではあって、それこそこの秋冬もですね、ヌプシとかそういったものもですね、着用したわけなんですけど、やっぱり自分の気分的にもアークティニクスのものいいなと思って、やっぱ色違いで持ってますしね。このブラック以外にこちら、はい、レッドのマウンテンパーカーも添えてたりとか、まあ、気分的には若干アークティニクスに偏ってるなって気持ちはすごいわかります。そんな感じで、このアークティニクスのマウンテンパーカー比較出させてもらったんですけど、自分的には今回ユニクロさんがリリースされているこのブロックテックジャケットですねに関しては、もうジェネリックアークティニクスというか、そんな感じのアイテムとして位置付けて、いろいろなアイテムの方選定していただければですね、この春にすごい活躍したアイテムだと思いますので、ぜひこちらのアイテムですね、チェックしてもらったらよろしいんじゃないかなと思います。でですね、こちらのアイテム自分だったらどんな風にコーディネートするかなと思ったんですけども、例えばこんな感じですね。はい、やっぱりこの動画の中でも何度も言ってるようにですね、モノトーンでシックなコーディネートで組んで、ちょっとテックファッション風にね、取り込むっていうのがすごい可愛いと思いますし、裾にドローコードもついてるので、ギュンギュンに裾を絞って着丈短めに決めていただけたらすごくかっこいいんじゃないかなと思っております。なんでこんな着方もね、可能だと思いますし、あとはですね、今回のブロックテックバーカーに関しては色展開も豊富ですしね、このブラック以外にネイビーだったりとか、あとはカジュアルなナチュラルとかオリーブですね、そういったカラーも展開されているので、すごいオリーブとかすごい綺麗な色でしたしね。あとはなんかレディースの方とかはナチュラルとか、結構ナチュラルのカラーとかもすごい可愛かったので、なんかユニクロのナチュラルってちょっと黄色みが強かったりとか、ちょっと癖のある、ね、色展開っていうのもあったりするんですけど、このブロックテックのナチュラルに関してはですね、すごい色味綺麗だったので、ぜひですね、こちらでも店頭で見ていただいて、はい、ご検討いただけたらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、このチャンネルの中でファッション的なアプローチでこのね、ブロックテックパーカーに関してはおすすめしたんですけど、なんといっても7000円で防風もついてる、撥水もついてる、透湿性もついてる素材でですね、かなり機能性豊かなアイテムになっておりますので、例えば普通のアウトドアシーンだったりとか、まあ、ちょっとレジャーシーンとかですね、そういったお出かけのお供にですね、選んでいただくのもいいですし、あとはですね、これから暖かくなってくると、よりちょっとスポーツとか、それこそウォーキング、ジョギングにも使えるようなね、マウンテンパーカー探し方も多いと思うんですよね。それでスポーツブランドのですね、そういうアイテムを探してみると意外と高かったりもするんですけど、ユニクロのブロックテックパーカーに関してはそういった着こなしも可能だったりもするので、実はですね、汎用性がものすごい広いアイテムなんですよ、というところも感じて、このプロのね、アパレルバイヤーの目線から見て、ファッション的にもおすすめだし、まあ、日常使いにもおすすめ、それからレジャーシーンにもおすすめってところで、まあ、いろんなね、角度からもおすすめできる優秀なアイテムのアイテムが、しかも
も7000で買えるところってまあ文句ないでしょっていうところで、今回ですねこちらの動画でアイテムの方おすすめの方をさせていただきました。いやー、こっからですねまさに春アイテムが各ブランドからリリースされてきますし、あとはですねそれこそユニクロ U とかいろんなコラボアイテムをですねこれから立ち上がってくると思いますので、こちらのチャンネルはですねほんといろんな情報を扱っていこうと思いますし、それこそねほんとハイブランドからインポートブランド、ドメスティブランドの情報からこういったですねファッションブランドの情報まで幅広く取り扱っていこうと思っておりますので、よろしければですね今後もこちらのチャンネル登録していただきまして、動画の視聴いただけたら嬉しいです。はい、それでは本動画も以上となります。本日の動画はですね参考などとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録お願いいたします。あとですね概要欄の方に自分のインスタグラムのアカウントも貼っておりまして、日々ファッションのニュースとか日々の機関とかそっちに載せているので、そちらもチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。